巻くのも一つやし、巻くのと、体を巻く相手と、ボールとの間に自分が入ったら勝てるやん。下におくボールの後ろで、取りに来たところ、ここに体入れたらいいんだよ。そのためにこうやって、俺らってやってるわけやんか、フットワーク。それをここで使わへんから。ちょっと待って、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 それに取りに行ったらトラベリングになるからズルズルズルっていったら、ラグビーで行くとボールとかラグビーで、ラグビーでこいつにタックルしに行くんやったらこう行ってドーンっていったところとタックルに行ったら後ろのポーチボールを渡すわけで繋いでいくね。転がってる時に転がってる時にこの人も取りに行く、この人も取りに行くから先に体入れてつなげてこがやる、はい、で交代しながら交代しながら向こうに向かって3人で一往復でいいから、はい、怪我せんようにやる、はい、入れ早よ、楽しんでやっていい、怪我だけするように飛び込み方早い、ね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、取り合いしていいよ、ちょっとやってみてます、せーの、はい、いや、ちょっと待って、その時、はい、それ取って、取れそうやったら取っていいよ、しかし取られへんように自分でしっかり巻き込んで最後で3人で交代しながら進んでいけ、もっと前に転がせ、ボール転がしすぎや、取りに行ったら